GP250 決勝スタート、周回は18周。ポールショットを奪ったのはポールスタートの中野、2列目から好スタートを決めた加賀山がこれに続く。山口、新地、沢田のプライベート勢を挟んで亀谷は6番手、松戸は7番手につける。そしてホンダ NSR の加藤大二郎はスタートでやや出遅れると15位からの追い上げを強いられてしまう。ゼッケン72番の NER を張る新地は序盤からワークス勢を相手に果敢な走りを見せる。馬乗せコーナーでは加賀山、続くレスピーアウトコーナーでは中野をかわしトップに立つ。オープニングラップを終えるところで再びトップの座を奪い返した中野は後続を引き離しにかかる。そしてフロントにカットスリックを選択した新地は次第に乾いていく路面コンディションをものともせず懸命に中野を追撃する。新地と同様フロントにカットスリックを選択する賭けに出た松戸もペースアップ。3周目に加賀山と沢田の前に出た松戸は早いうちに新地をかわしてトップ中野の追撃に移りたい。3周終わりのストレートでようやく新地の NER をかわした松戸は2位浮上、 1.8 秒前を行くトップ中野の追撃に移る。しかし松戸は4周目のヘアピンで痛恨のスリップダウン。そして加藤はトップ中野の約10秒後方で原田と関口のヤマハ TZ を相手に8位争いを展開。早くも中野の独走を阻む者はいない状況となる。レースも中盤に差し掛かるとトップの中野は後続に約8秒の大差をつけて完全な独走態勢。後方の2位争いは NER の新地が脱落し、ホンダ RS を狩るプライベーター澤田玲と鈴木 RGV ガンマ加賀山幸雄の戦いとなる。加賀山はこのレースの1週間前、負傷欠場中の藤原克明の代役としてワールドグランプリ第2戦マレーシア GP の 500cc クラスに出場。転倒者が続出する中、日本人最上位の6位でチェッカーを受けた。路面コンディションが微妙となったこのレースでは序盤にペースを上げることができないうちに中野の独走を許してしまった。しかしレース後半にようやくペースをつかんだ加賀山は10周目に沢田をかわし2位に浮上する。そしてレースも終盤に入ると沢田の後方には鈴木の亀谷が急接近。加藤はなんとか亀谷の後方を単独5位までポジションを挽回するが追撃もここまで。一方前回第1戦モテギの展開をここ数秒で再現した中野は目の前の周回遅れをかわしながら開幕2連勝のチェッカーを目指す。後続に 4.2 秒の差をつけた中野は2戦連続のポールトゥーウィン、加山は2位でチェッカー。亀谷の追撃を振り切った沢田は 250cc 初の3位表彰台を獲得。加藤は単独5位でフィニッシュ。加藤が出場したレースで表彰台を逃すのは96年の第8戦鈴鹿以来のこととなった。もう信じらんないですね。本当に決勝中ももう何回も滑ったりして危なかったんですけど、まあとりあえず後ろも見ずに全力で走れたのが良かったかなと思います。まあこういう天候だったんでいろいろたまたま僕が抜けたと思うんですけど、まあ次からみんな来ると思うんで油断はできないんですけど、はい、じわじわ追いつくのは分かったんですけど、でレースがやっぱり短くなって、追いつかずに終わっちゃいました。僕の場合はあの500の方でスペインへ行ってきて、全日本の方は2回休みますが、海外の方で頑張ってきます。こういう天気結構慣れてるんで、意外とうまくいったかな。結構自分でもドキドキしますけど、とりあえず3位になって嬉しいです。開幕2連勝を決めた中野は加藤に対して12ポイントのアドバンテージを築くことに成功。98年の GP250 は加藤の新型 NSR の仕上がりがタイトル争いの鍵となりそうだ。